バリオス TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。イエーイ。第2回目の更新です。ですね、今回はですね、音楽配信じゃなくて、イベントの告知がございますのだ。ですね、こちらに今いらっしゃるシンガー、アイズさん。先輩でございます。私の対戦のアイズでございます。どうもどうも。こんなんでいいとかね。いいんです、いいんです。あ、嘘。はい。こんな感じで、全然いいんですけど、ですね、来週って言ってもわかんないですよね。6月の7日にですね、クールスコット通りにありますラボテディというクラブで、スプライス、シンガーアイズプレゼンツの第2弾のイベントがございまして、本当に？これらしいですよ。うん。で、なんかそのピックアップライブが、はい、なんと、なんと、この僕の横にいる私、シンガー KPS が。あが。素敵な感じで。ね。僕は好きですよ、あなたのことが。本当に歌声が、ありがとうございます。多分会場を多分ジャックしてくれると思うんでね。ジャック的な感じで、まあちょっとまあ面白くない感じなんですけど、まあ、ライブは絶対に仕事終わりで疲れてるんですよ。すいません。はい、そんな感じで今ちょっと2人でミーティングをやってまして、ありがとうございます。この機会に広告じゃないですね、宣伝の動画を撮ってしまおうと思ってですね、しまおうとね、勢いでね、はい、ノリでいこうとね、ノリで、うん、感じで、なんかありますか、あいずさん、最後に。そうですね、まあ、やっぱ僕の魅力っていうのが違うから、ん違う、僕の魅力は言わなくていいです。確かに、今度の、あ、次ね、はい、次で呼んでくれるの、今日はいいです、ね、今日はいいです。いや、じゃあ、そうですね、はい、今日はいいんで。まあ、そうですね、まあ、僕がなんでこの本を読んだかというと、やっぱ音楽の前に、やっぱまず人として、人間としてやっぱ素晴らしい素敵なものを持ってるなと、僕はそういうアーティストが好きなんで、やっぱまずやっぱこの子を第1弾のゲストみたいな感じで呼んでるんで、多分絶対にいいイベントになると思います。今後もいっぱい続いていきますし、まあ、他の今後もでかくしていきたいと思います。そのまず第一歩としてこの子呼んだんで、ぜひぜひ皆さんね、6月7日ラボテディでお会いしましょう。待ってるでー、待ってるでー、待ってるでー。じゃあまた次のバリオス TV でお会いしましょう。バイバーイ。